みなさん、こんにちは、シラタンです。そしてこんにちは、リカリカです。イエーイ、お願いします。お願いします。ということで、今回はですね、なんとリカリコちゃんとのコラボ動画になっております。イエーイ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、ちょっと私がぜひともって言ってお願いして、嬉しい、コラボ企画が成立したんですが、さっきリカリコちゃんの方でも質問コーナーをやって、はい、もうたくさん喋りましたので、喋ったよかったらぜひそちらも見てみてください。はい、で今回はですね、私の方の動画では、はい、私皆さんファッション系を結構あげたりとか見てます。ありがとうございます。参考にしてます。ありがとうございます。あげてるんですけど、はい、今回はせっかくなので、こんな機会もなかなかないんですけど、ひかりこちゃんに私のコーディネートした服を着ていただけたらと思うんですが大丈夫ですか？めっちゃ嬉しい。本当に嬉しすぎる。あ、毎日してほしい。今回やっと私がぜひともリカリコちゃんプロデュースしたいなと思います。嬉しい。でまず今回は今コロナの期間とかもあると思うので、メイクとかはあんまり至らずに、うん、洋服だけ、コーディネートだけをちょっと変えていけたらなと思っています。わーい、嬉しい。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。できた。はい、というわけで早速やっていきたいと思うんですけど、普段、はい、2人はいつもどこで買い物することが多いですか？買い物行く時も絶対2人で買い物行くんですけど。あ、そうなんだ。そう、場所はでも渋谷が多いかな。うん、そう、ね、渋谷のザラとか、うん、ヨシカとか、うん、その辺を見るかも、うん、同じ。あそこ行ったらね、大体あるし、やっぱザラとかヨシカってね、サイズも結構大きかったりするからさ、私たちみたいに高身長の方もね、いろいろ自分のサイズに合わせられるものがたくさんあると思うので、だと思って今回はベルシカでちょっとお二人をコーディネートしていきたいなと。嬉しい、嬉しい。イエーイ、よかった。まあ、いつも普段なんかいろんなファッションをされると思うんですけど、結構シンプルめなコーディネートが多いのかな。着回しとかするのがめっちゃ苦手で、あ、本当に？そのなんかだから買った時に合わせたコーデをずっと着るみたいな。そう、だからもうしまった、なんでそんな組み合わせできんの。いや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 、ほんまにすごいと思うよ。いやいやいや、そんなことはないんですけど。なんか今日のさ服もさ、リコたちってもうこのこれだけしか着るやもん、中にこういうの着ようと、着ようと思わへんの。え、どういうこと？このこれ。あ、これ？いやでもこれはさ見えちゃうから。え、でもすごいよな。え、着こなせへんから、なんかなんていうの、無難なものしか買えへん。そうそうそう。でもその無難なものでもね、もう様になっちゃう。いやいやいや。まあそんな感じで、なるべく2人でそれぞれ雰囲気をちょっと変えつつも、まあ、でもちょっと双子なので、せっかく似たような感じで統一感というか、うん、出せたらいいなと思うので、はい、じゃあ早速行きますか。帰り、はい、バイ。ベルシカに行ってきます。行ってきます。ということで、じゃーん、買ってきました。バイ。楽しかった。楽しかった。そう、結構あの時間かかってしまって、すごい振り回してしまったんですけど、無事に一式、小物とかは私物とかになってしまうんですけど、割とこうで一式ね、買ってきたので、しかも一人ずつ別々なものを買ってきたので、早速着替えていただこうかなと思います。はい、着替えます。はい、ということで着替えていただきました。じゃあせっかくお二人いるということで、一人ずつ登場してもらおうかなと思います。まずはリカちゃんでーす。はい。イエーイ。かわーい。どうでしょうか？めっちゃかわいい。今回のテーマがやっぱ双子ということで、うん、なんか同じような
アイテムなんだけど、でも雰囲気をちょっと一人ずつで変えたいなと思ったので、うんうん、このニットのカーディガン、うんうん、どっちもちょっとふわふわとした毛足の長めなニットを色違いで巻いてて、うん、はい、でまずリカちゃんは、はい、パリっぽい感じ、パリの女性っぽい感じなるほどにしたくって、うんうん、だから合わせはすごいシンプルなんですけど、小物使いとか、うんうん、でちょっと上品な女性らしい感じのコーディネートにめっちゃ嬉しそうなりました。意味がはい、ずっと笑ってたパリジェンヌだから、すごい可愛い。そうなんです、カチューシャとかせんもんな。そう、全然せん。あ、本当に、うん、カチューシャもパリの女性っぽいかなと思って選びました。スカートでちょっと可愛らしく、うんうんうん、で足元はちょっと映ってわかんないんですけど、ローファーでブラシブチなんですけど、大人っぽい感じにしてみました。可愛い、ありがとうございます。で、続いてリコちゃんなんですけど、リコちゃんはリカちゃんのパリの女性に対して LA っぽい感じ、ちょっとアメリカ系のハンバーガー、あ、そう、なんかパリの方はちょっと上品な感じだけど、LA の方って結構活発なイメージというか、うん、イエイイエイ感があるなと思って、それをイメージしてゴリを組みました。すごーい、ちゃんとテーマがあったのに。実はあって、すごい、かわいい。だからパンツにしたりとか、うんうん、ちょっと短めな丈で、カーディガンもこれ長さ違うんですけど、確かに短めな丈にしたりとか、胸元をちょっとね、下げたりとかして、ニット帽とかかぶって、うれしい。足もマーチンでストリート感も出してみました。嬉しい。でこういう素材のもの持ってないから、ね、あ、本当？そうそう、今季はめちゃくちゃレザーがすごい流行りだし、またなんかスカートとパンツでも全然印象が違いますよね。嬉しい。リンクしとる感じがあって、そうそうそう、ちゃんと双子って感じ。すごい。でもなんか着こなしがな、猫たちできるからずっとこの組み合わせ。めっちゃ育ってんの。ずっとこうめっちゃ育ってる。またこの組み合わせ来てるみたいになっちゃう。え、でも本当なんか一個一個は全然不安心しやすいと思うから、いろんなコーデに挑戦してきてるから。すぐ連絡しちゃう。そうだね。合わせたら合うから。全然。いつでも。嬉しい。はい、な感じです。かわいい。こちらこそどうでしたか、最後にちょっとなんか感想とかあれば、でもなんか上がったのはリカリコみたいな感じ。そう、確かに、うん、そう、なんかいつもシンプルな感じが多かったし、なんかお揃いやったら本当に全く一緒とか色違いっていうのが多かったんだけど、なんかちょっとずつ違うのにちゃんとリンクしてる双子コーデみたいな感じで来てもらってすごい嬉しいです。もう幸せ、めでるくない。めっちゃ嬉しい。買い物の時からずっとワクワクしてる。なんかもうなんでこんな感じやった。ブルーメンの感じ。本当に嬉しい。ありがとうございます。私も夢だったので。嬉しい。コーディネートを組めて。とても楽しかったです。ありがとうございます。またぜひ。お願いします。今度はお願いしたい。いやいやいや。絶対無理。いや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 、お願いしたいです。しながら、あ、でもなんか三つ子コーデとかしてみたいから、あ、したい。確かに髪型とかも揃えちゃって揃えちゃったよ。じゃあやっちゃいましょう、これ。はい、ということで今回はこんな感じでリカリコちゃんとコラボをさせていただきました。ありがとうございました。こちらこそです、楽しい。2人のチャンネルでも質問コーナーやっているので、はい、概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。バイバーイ。なんだっけ、シュカリコでした。